ヒラの耀、パリでの魅力を余すことなく披露。ファッションと共に彼の世界が広がる。世界的なアイドル、ヒラの耀がフランスパリでの素敵な冒険をファンと共有しています。彼は自身の SNS で、ルイヴィトンの正体に応じてパリを訪れ、その魅力的な瞬間をオフショットとして披露しました。先日のインスタグラム更新では、ルイヴィトンにご招待いただきパリに来ています。明日が楽しみですと喜びを伝え。 続く日には、エフェル塔の背景に広がるパリの美しい風景と共に、サンクユーフォーハビングミーと感謝の気持ちを込めた投稿をしました。彼は、迷彩柄のアウターや、ルイ・ヴィトンのアイテムを身にまとい、そのスタイリッシュな姿勢で、ファッションの新たな一面を披露しました。ファンからは、彼の魅力について、様々なコメントが寄せられています。かっこよすぎて、目が覚めました。息を飲むって、このことよ。エフェル塔より輝きを放ってるよ。 日本の誇りですといった声が広がり、彼の存在がファンの心をわしづかみにしています。しかし、この冒険は単なる写真の連続ではありません。平野史洋がパリを訪れることで、ファンは彼の個性的で多様な一面を垣間見ることができます。彼のアジアアンバサダーとしてのルックスとオーラは、ルイ・ヴィトンの世界にふさわしいと称賛されています。写真や動画を通じて、 ファンはルイヴィトンの魅力に浸り、心豊かな時間を共有しています。さらに、この冒険は紫輝くんのアーティスティックな側面にもスポットを当てています。彼のデビュー曲は素晴らしいと評価されており、今後の彼の活動がますます楽しみで仕方がないとの声も上がっています。 記事の中で触れられていなかった側面も拡張し、紫輝くんがデザインした服やバッグが世界中のルイ・ヴィトンで販売される可能性にも言及してみましょう。これは単なるファッションだけでなく、ビジネス面でも協力体制が機能する可能性があります。彼がアンバサダーよりも一段上の存在であることは疑う余地がありません。紫輝くんは本当に世界に羽ばたいたことを実感しているのではないでしょうか 最後に、YSL やラウイスバイテンといったブランドが紫テル君にふさわしいとのコメントもあります。この成功はファンにとっても光栄な瞬間であり、彼がすでに世界に注目されていることを改めて実感させられます。紫輝君の今後の冒険に期待し、彼の輝きがますます広がることでしょう。